FA とポスティングシステムのなんか違いが今あやふやになってるっていうか、 MPB がなんか損をしてる、有原投手なんかはね、すんなりなんか決まったっていうような感じがしますし、バッター大谷、ピッチャー有原、可能性あるのかな。はい、皆さんこんにちは、高橋久典の久ちゃん、本日はですね、菅野投手、西川選手、有原投手のポスティングについて少しお話ししようかなというふうに思っております。まあね、菅野投手が結果的にポスティングのオファーを受けながら、まあ、ジャイアンツに残るっていうことになったと思うんですよね。まあ、ジャイアンツファン、並びに巨人のね、監督、コーチ、選手なんかはね、菅野投手が残ったことによってすごくホッとしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、僕もね、やっぱり巨人出身で、まあ、生まれも育ちも東京でね、まあ、巨人ファンなんで、残念ではあるんですけど、巨人にとってすごく良かったなっていうふうに思うんですよね。やっぱり僕もね、巨人にいて、まあ、メジャーにね、こうやって挑戦してきた身としてはですね、やっぱり菅野投手のような素晴らしい投手が、アメリカで投げる姿っていうのもね、こっちから見てみたいなっていうふうに思いますし、ね、生で、メジャーのマウンドに上がってる菅野をね、本当に見たかったなっていう気がするんですよね。だからこの契約に至らなかったっていうね、ことは菅野投手がコメント出してましたけど、まあ、自分にとってもプラスになると。ね、まだメジャーのチャレンジは、ね、次に つながってるんだっていうことも、ね、言ってたし、だからそういう面では自分のことを安売りしたくなかったっていうのもね、すごくポスティングであるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからまあね、オフタウトでね、1年終わって、まあ、契約をね、メジャーに行けるような状況を作ってもらえたっていうね、巨人にもすごく感謝をしてますし、菅野の思いだったりっていうのを巨人側も受け入れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそういうことを考えると、巨人自体もね、すごく変わってきたのかなっていうふうに思いますよね。僕らの時なんかやっぱり、僕らポスティングするつもりはなかったですけど、まあ上原がね、ポスティングしたいって言った時に、ね、僕らの時代なんかはやっぱりね、ダメだっていうことがもうありましたし、巨人はポスティングはさせないっていうね、すごい強気な態度を取ってましたけど、でもそれでもね、やっぱりこうやって時代の流れっていうのもね、すごくありますし、まあ以前ね、菅野メジャーの挑戦っていう以前話しましたけど、まあ本当にチャンスがね、あれば、常に来てもらいたいなっていうふうに思うんですよね。で、FA とポスティングシステムのなんか違いが今あやふやになってるっていうか、ちょっとね、このポスティングシステムっていうことに関してはどうなんだろうな、まあ、選手有利にならないね、方に走ってる感じもするし、ちょっと見直しがすごく必要なのかなっていうふうに思うんですよね。 MPB がなんか損をしてる、そんななんかシステムなんじゃないかなっていう気がするんですよね。いろんなライターさんだったりとかがいろいろこうポスティングシステムのことに関していろいろ語ってますし、それをね、まあ、参考にするのもすごく一つの手かなっていうふうに思うので、ちょっとやっぱり今のポスティングっていうのは僕自身はあんまり良くないのかなっていうふうに思いますね。だからそれだったらやっぱりフリーエージェントをもう少し短くして、選手有利になるようにアメリカに行けるようにするっていうのも一つの手じゃないかなと思って、今9年が海外のフリーエージェントの期間、一軍に9年間いないといけないっていうことだと思うんで、海外FAはね、アメリカなんかはね、6年でフリーエージェントになれるし、もう少し期限を短くするフリーエージェントのね、ことができたら、まあいいのかなっていうふうに、まあなかなかこのね、システム自体も難しい問題ではあるのかなと思うんですよね。期限をね、短くしたら今度、日本球界からね、素晴らしい選手がいなくなるっていうね、懸念もあるし、だからその辺はなんともちょっと難しいなね。本当にセンシティブな問題なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもちょっと菅野はね、やっぱりいいアメリカに来ないっていうのは残念かなっていう感じしますね。まあ一方ね、西川選手なんかもやっぱりポスティングね、してもらって、まあまたね、結局日ハムに戻ることになったんですけど、彼の場合はやっぱり30日っていうね、期限の中で、オファーがなかった。
っていうことを考えると、これはねちょっとメジャーの球団にはポスティングとしては興味がなかったっていうことになってしまうのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり野手でなかなかね成績を出すっていうのはこっちに来て難しい問題だと思いますし、例がやっぱり去年ね秋山選手が来てなかなかちょっと守備の方はもう素晴らしいね評価を受けたと思うんですけど、なかなか打つ方で厳しかったりしてたところがあると思うんで、だからそれをね、まあ一つの材料とされて、このポスティングシステムというのはポスティングでの西川選手の挑戦だったのかなっていうところを考えると、ちょっと厳しかったのかなっていうふうに思いますね。でもやっぱりね、彼も前向きなコメントをねすごく出してたと思うんですよね。だから僕いいなと思ったのは、このポスティングシステムで行けなくてもフリーエージェントでもしかしたら行く可能性もあるっていうことをねなんとなく言ってましたし、アメリカに来て成功しようが失敗しようが必ず自分のためになる、自分のね野球のスキルが上がるっていうことを言ってたのは、あ、これもしかしたら成功するマインドの方に入ってるなっていうふうに思うんですよね。やっぱり高額の年俸でボンといきなりねもらって、これはもちろんすごく重要なことだと思うんですけど、やっぱり下から這い上がっていく人の方が成功してるような気がするんですよね。やっぱりでもね、それこそ田中投手、ダルビッシュ投手、前投手なんかはね、それはもちろんずば抜けた能力があるからこそね成績を出せたと思うんですけど、やっぱりそうじゃない人たちっていうのはあんまりいい契約をもらうとなんかいい活躍できてないのかなっていうふうに、まあ僕もね含め、まあマイナーから這い上がって僕はね行ったんで、まあ斉藤隆、ちょっと前だった斉藤隆さんだったりね、そういう人が例にいるわけですから、マイナーでもね下からこう這い上がっていくっていうその気持ちを持ってこっちに来るっていうのはすごく重要かなっていうふうに思いますね。まあそれで有原投手なんかはね、すんなりなんか決まったっていうような感じがしますし、だからやっぱりレンジャーズと日ハムっていうのは球団の提携をしてるんですよね。だからその球団の提携をしてることによって契約を結べたっていう一つの例かなというふうに思うので、レンジャーズのエース級のピッチャーがねトレードかなで出てしまったので、先発ピッチャー、スターターのピッチャーがすごく必要だっていうところを考えると、まあ有原投手の方が菅野投手より手を出しやすかったっていうのと、あとフリーエージェントで今進んでるメンバー、まあレンジャーズに当てはまるピッチャーがなかなかね金額等でいなかったのかなっていうふうに思うので、それを考えると有原投手のレンジャーズで投げる姿も見たいし、まあこれねアメリカンリーグ西地区に来たってことは、もしかしたら大谷選手とバッター大谷、ピッチャー有原っていうのは日本球界では見れなかったけどね、これがもしかしたら可能性あるのかなね、そう考えるとまた一つの楽しみが増えたかなっていうふうに思いますね。その単純に菅野さんがポスティング期限が切れた、で有原選手はうまく条件があったっていうことなんですけど、単純にこれって有原選手の方が欲しかったから取りに行ったとかっていうよりは、結局はその条件の問題っていうことですよね。そうだね、条件の方が多分、強いんじゃないかなっていうんですね。もちろんそのね球団の資金力だったり、こういうコロナの状況で、なかなかね運営の方もうまくいってない球団も、もちろんあるし、でもレンジャーズ自体はお金がない球団ではないと思うので、だからそれをね、考えると、でも菅野投手だったり FA 市場に出てるピッチャーだったりっていうのを取るより、ね、あれやろっていう一人の日本人ピッチャーにかけたんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。もちろんそれはね、今回のフリーエージェントで一番注目があるのはバウアーっていうピッチャーなんだけど、そのピッチャーが取れればね、それはもうチームのエース級だから、そんなのはもうもちろん早く取りたいもんだと思うんだけど、なかなかそのねバウアー自体もフリーエージェントで、まだ今中振りになってるような状況で、まあ田中投手ね、日本ではもう田中マー君なんかもヤンキースからフリーエージェントになってなかなか決まらないような状況でもあるし、だからそれを考えると進まない、最近のなんかフリーエージェント市場でうまくこうまとまって話がまとまらないのは、やっぱり年俸が高騰しすぎてるっていうのも多少あるのかなっていうふうに感じるんですよね。実際その元日から菅野投手はアメリカに渡って交渉の場に着いたみたいなんですけど、結果的にメジャーに移籍っていう形じゃならなかったですけど、そのアメリカに行ってその交渉の場に着いたっていうこと自体もなんかすごくご自身の中でいい経験になったっていうこともおっしゃってるんですけど、だからねそれ考えたら多分交渉の仕方だったり、こういうふうにアメリカの契約っていうのは進んでいくんだっていうのが多分彼の中ですごく分かったと思うし、すごいいい勉強になったと思うんだよね。だから1週間ぐらいの期間こっちにいて代理人とねいろいろな話をしたと思うんだよね。
でもこの金額じゃ安売りできないっていうのも多分代理人は分かってるだろうし、本人もねやっぱりそんな安売りは絶対したくない。もし例えばね、この先ポスティングでアメリカに来るっていうことになる選手がもしいたとしたら、まあ事例を作ってしまうとなかなかね良くないこと、まあ後輩たちのためを思ってやってるんだと思うし、でもポスティングシステムって選手の嫌な、さっきも言ったけど得しないような状況で入んないといけないような気がするんだよね。だからメンジェルス大谷が来た時の年俸はもうそれこそ日本の5分の1でエンジェルスと契約したり、まあもちろん 2年3年やればボンボンと上がっていくはいくんだけども、でもやっぱりねお金の面ではメジャーのその年俸のシステムを使わなくちゃいけない。だから彼は大谷はねやっぱり23歳以下だったから、そこの給料を抑えられてっていうところもあるし、でもやっぱり1年でも長くやればアメリカの年俸というのはすごく増えていくし、契約がどんどん良くなっていくんですよね。お金だけじゃなくてもちろんもうねいろんなことがついてきたりするし、もちろん早く来とけばもちろん語学のことだったりシステムのことだったり、まあ長くねこっちにいればいるほど選手が有利になるような契約を取れるっていうのかな、それができるんで、だからね菅野決めたことだしあれだけど来てほしかったなっていうのはあるかな、うん、このコロナの影響で結構この移籍市場っていうのがまあ時間がまあ、うまく会えないとかいろんな事情があって、うん、まあ、日本人選手だけじゃなくて韓国の選手とかもポスティング交渉期限が切れてしまってとかっていうので、うん、結果的に移籍できなかった選手がいるんですけど、まあでも菅野選手の場合はまた1年オプトアウト契約も取れてるので、うん、どうですかね、その来年以降もう1年でも2年でも早くっていう。そうだね、考え方とかってありますか？やっぱり30過ぎて32、3までは体力的にもメンタル的にもこう上がっていけるんだけど、33から4とかになってくるとやっぱりそれを維持しないといけないんだよね。こういうふうには体力的にはならないから、やっぱりそれを維持していくっていうことでこう徐々に緩やかにこう落ちていくっていうような感じになっていくと思うんだけど、それがねやっぱり早く来れば来るほど自分のやっぱりねパフォーマンスっていうのは自信持ってこっちでチャレンジできるんじゃないかな。もちろんね年いったからって自信がないかっていうわけじゃないんだけど、でもやっぱり僕は30最悪2までには来てほしいなっていうふうに思うんだよね。だからできたらもう20代で来れたらもうこれも最高じゃないかなっていう。だから僕の場合ね35で来てもう、 こう最後落ち目のところに行ったんでね、だからそれを考えると早い時期に行った方が選手にとっては有利じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ジャイアンツにとっては来年また日本一に向けていい戦力を保持できたっていうことと、うん、あと菅野さんご自身にとっても今年1年、うん、ジャイアンツのために頑張れるっていう状況なので、うん、それはいいことということでよろしいですか？そうだね、もう間違いなくいいこと、まあ巨人にとってはよ、ね、もちろん菅野にとってもすごくいいことだと思うし、だからそれで、ね、考えたらやっぱり今年いい成績を出して、ね、メジャーにフリーエージェントでメジャーに来るっていうのは間違いなくできることだと思うんで、ね、彼はもう多分巨人のもう菅野っていうのでもう多分腹はね、座ったと思うし、コメントなんか見ててもね、かなり来年は巨人のために全力を尽くすってこともね、言ってるんで、それはちょっとね、一つ安心かなっていうふうに思いますね。なんかこのままね、なんかちょっと、もちろん揺らい動いてるとは思うけど、でももう決まったことは決まったことでね、しっかりあれだけの選手ですから、気持ちはもうね、かなり腹をくくって、今年は巨人のためにっていうことだと思うんですよね。うん、ということでですね、菅野投手について、まあ、菅野、まあ、ポスティングについてね、話しましたけど、まあ、もちろんね、まだまだこれからの選手だというふうに思ってるし、巨人もね、菅野に対してはね、これからだと思ってるし、それを考えたら、ジャイアンツのために一勝でも多く勝ってもらいたいなというふうに思いますし、まあ、もちろんね、ポスティングで叶わなかった西川選手なんかもね、今年1年、しっかり自分の成績を出して、まあね、メジャーでまたチャレンジするということがまだできると思うので、それをね、しっかりできてやってもらいたいなというふうに思いますし、いいね、有原投手なんかはやっぱ決まったことによって、まあ自分の中ではね、夢だったメジャーのマウンドに立てるということを考えて、まあこれからだと思うんだよね、決まっただけ段階だから、まあこれからね、成績を出していかなくちゃいけないっていうピッチャーだと思うんで、それをね、しっかり実現できれば、日本人選手の価値も上がるんじゃないかなというところで、締めたいと思います。そんな感じで本日もありがとうございました。バイバイ。